先生、まずいことになりました。何が起きたの？ブログにはたくさんアップしてるのに、今年1回もまたこのローゼ・セデケラの作品アップしてませんよ、 YouTube に。それはまずいあるよ。じゃあ今回はこのローゼ・セデケラの使い方、しっかりと皆さんにお伝えしていいですか？もちろんだよ。ところで僕と先生が前回出た中華街の動画、すごい低評価ついてんじゃないですか。それは私のせいじゃないよ。先生のせいに決まってんじゃないですか。そんなことないよ。私のせいじゃないよ。でも時間ないから、とにかく行ってみよう。はい、では始めていきます。まず最初にこのね、ローゼセテギャラを入れていきます。まあ右に流すか左に流すかは、まあこのローゼセテギャラのこの身の付きのね、向きによって決めていきましょう。今回はまあこっち向きに身がついているので、向かって右流しでいきましょう。で、まあローゼ・セデケラもちょっとこう重たい花材なので、頭が、このように枝を半分にね、切り落として刺していきます。それにすることによって枝が止まりますね。枝がフォームに止まります。ここでね、まあ注意する点は、結構ね、こう、うんと深くまで刺していかないとブレます。まあよくフラワーデザインとかやってる方、軽くちょんと刺して終わっちゃう人いますけど、その刺し方だと崩れますから、枝が崩れるというか形が変わっちゃいますから、回ったりしてね、なるべくこう深刺ししていきましょう。水持ちも深刺しの方がいいです。で、もう一本ローゼセデケラを入れていきます。これは少しこう分解していきましょう。まあその時にこう実がいっぱいついてますから、少しこう入れた後にでもね、間引いて蜜の部分をね、少し作ってあげるのもいいかもしれないですね。で、このような感じになります。次にこの銅弾筋を入れていきます。銅弾筋はこう流れというかね、ラインがきれいにつきますよね。なのでそのラインをつけるように入れていきます。これも先ほど言ったように、ちょっとこの蜜の部分と流す部分と両方つけていくとかっこいいです。次にこのピンクッションを入れていきます。ピンクッションは下の葉っぱは取って、このラインをね、綺麗に見せていけた方がシャープで綺麗なアレンジになります。はい、次にこちらの毛糸を入れていきます。毛糸は低く入れていきましょう。はい、次にこちらのオレンジ色のカラーを入れていきます。そしてスプレー菊の茶色をね、入れていきます。赤っていうか茶色というかね、このように入れていきます。そして最後にこのシースターをね、入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。スズバラはすごくインパクトがある花材です。ただこうちょっと切り分けていくと、こういうね、なんだろう、秋っぽいちょっと軽やかなアレンジメントを作ることができます。なので、まあ、インパクトあるように刺すときはもうそのままドーンドーン刺してしまえばいいと思いますけど、
ちょっとこう切り分けて間にね、いろんなお花をアレンジしていく方法っていうのも覚えておくと良いと思います。それではまた次回素敵なアレンジメントを紹介していきたいと思います。あ、花束かもしれません。ではまたお会いしましょう。 See you next time。 フラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらが見えないと思いますので、下のリンクよりチャンネル登録をお願いいたします。あとツイッターのフォロー、それから高評価もよろしくお願いします。もう一つ言うと、ブログも書いてますので、ぜひブログの方の読書登録もお願いします。ではまた。